さあ、じゃあ神様のために公園でも作ってあげましょう。みんな大好き植物園です。ちょっと高いけど、序盤はこれが1個あればもうみんなニッコニッコよ。やっぱ神の必需品だからな、植物園な。さあ、ゴミどもを見に行こうじゃないか。下界に降りよう、俺も。たまにはな。商業の需要が足りないか。まあこいつらも飯を食わなきゃ仕事ができないからな。そういう意味で俺優しいよ。仕事をするためにだったら何でもあげる。いやー、早く神様たちに暖房を完備させてあげたいな。でも高いんだよな、さすがに。まだ下級国民、いやちょっと上級国民から絞り取るか。神様金持ってっから、ちょっと税金上げっか。神だから大丈夫。課税ちょっとだけなんで、すいません、お願いします。町のために神様をよろしくお願いします。あなたたち神様なんで、町を守る義務もあります。たまには神様らしいことしてください。お願いします。よし、彼らはもう賃金自体がないから、働いたらまあ賃金として食べ物をもらって、お金となった部分は全て上に持っていくっていうシステムだから、彼らお金1円も持ってないよ。全て物で持ってる。ご飯とかな。電気不足が起こってるな。まあこのギリギリの発電量っていうのがいいんだろうな、ここの人たちにとっては。ほら、あの発展途上国ってなんかしょっちゅう停電するらしいじゃん。そんな感覚よね。あー、また停電だよみたいな、そんなレベル。日常茶飯事。災害来ねえな、なんでだろう。災害頻度マックスなんだけどね。序盤だから手加減してくれてんじゃん、 AI も。かわいそうっつって。なんでそうなった。あの、すいません。人はちゃんと来るんでしょうか。でも来てるよな、来てるよな。あ、来た来た来た。大丈夫かな。ちょっと確認してみよう。さあ、やってまいりました、船。大丈夫でしょうか。今度は座礁しないでしょうか。どうだ、オーセーフ。あ、で降ろして帰るときに座礁するんだ。あー、来たら帰れない町だこれ。あー、かわいそう。来たら帰れない町になりました。さあ、下り坂頑張ってほしい。いいね、みんな賢いね、しっかり下っていってるね。もうブレーキベタ踏み坂だよねこれね。アクセルベタ踏み坂でグーって上がって、まあ等速直線運動をして、最後ブレーキベタ踏み坂で降りていくっていうスタイルだね。ちょっと古いタイヤなんか持ってきようもんならもうそのまま死ぬからな。さあ、あ、まずい、犯罪者がはびこっている。こりゃ足りてないな、警察が。かわいそうだ、神様にも犯罪を犯すやつがいるんだな。それに驚きだ。さあ、下の人たち、産業の需要が伸びてきてるじゃないか。働く場所を作ってあげようじゃないか、君たちに。無限に働いてもらおう。さあ、人も住まわせてやろう。やっぱこっちの方に人が多くないとさ、どうしてもバランス悪くなっちゃうからな、神様とどうでもいい人たちの人数差がな。神様の方が多いなんて聞いたことねえもんな。さあ、こっちの人たちにも何かを作ってあげような。さすがにやることなくなってきただろ君たち。高校もやっぱ一個置いておこう、大事、高校。あとは何が足りないかな。消防署がないな。よーし、いいね、みんな緑になった。ここの電気はなぜ足りなくなるんだ。基本的にずっと電気足りないのか。彼らのためにいい発電施設はないのか。ないな、もう限界って感じ。いやでも電気ないとさすがに働けないよな。ちょっと神様の土地借りちゃおうぜ。こっちが使ってないみたいだし、こっそりやっちゃおう。罰が下ったら知らんけど、危なかったな。ちょっとね、犯罪率全然良くなんないな。金がね、よし、金あるな。警察本部大事。やべ、バレるな。あの電気の取り方バレるな。丸見えじゃねえか。もうちょっとうまくやれ。まあ額がないからしょうがないか。マートルさんちが燃えた。もうこんな生活嫌だって思ったんだろうな。
大丈夫、死体処理場は近くにある。さあ、たまにはね、私も街に降り立たなきゃいけないわけですよ。そんなに綺麗じゃないな。豪華絢爛って感じではない。まあまあまあ、まだ序盤だからな。なかなか見えないな。おお、いいね、いいね。一応今のところ神目線見えないんだな。ここに住んでる人にとっては下で人が住んでるなんてまだ知らない話なんだね。多分ここの港に来る人たちもさ、あの島めちゃくちゃいい生活できるらしいぞ、仕事しなくていいらしいとかって言って船に揺られてきたらさ、もうこれアウトだよね。来てこう、あ、やっぱいい街ってこう格式が高いんだなみたいな感じで、変な道とかって言って降りたら最後もう強制労働、かわいそう。正解はこっちでしたみたいな。なこのこの犯罪率の上昇加減えげつないよな。それでもみんな人は住む。こんなに病気になっても人は住む。こんなに犯罪率が高くても人は働くな。お金は減ってる。いやー、増税だよな、俺もそう思うわ。てか予算下げてもいいんだけどね。ゴミたちからも取ろう、ゴミたちから取ろう、これでいいだろ。あいつらから絞り取ろうぜ、俺らの借金は。な、上だけじゃ絶対借金だからよ、下に稼いでもらおう。最後やっぱ下でインダストリーもやらせたいな。最終的にはインダストリーでボロクソ儲けるやつ作りてえな。商業か。あ、でも下で商業やらせた方が税金高いからこっちでやらせよう。いや、いいね。いいね。こんなにメッセージ出てるのに俺気にしなくていいの最高。上は、あ、上はいいね。一箇所出てるけど、プロのアドバイス、コーヒーに塩は合わない。何のプロ、塩のプロかな。ちょっと豪華絢爛さが足りないけど、もうちょっと待ってもらおう。すごい歩きの人も多いわ。こことかさ、歩道でつなげてあげたらだいぶ歩くんじゃない。ほらほらっつって全然だけど。あ、すげえ行き来してる。いや、作ってよかったわ。神様満足してます。なんだこいつら、病気になりました。なんで土壌が汚染されてるのか。しょうがないな。頑張って開拓してるな。開拓者精神があるわ彼ら。目覚ましい成長を見せている。さあ、上の人たちにもさ、オフィス区画かなんか建ててさ、暇な人は働いてもらおうぜ。働くこと自体は悪じゃないじゃん。まあ宗教によっては悪なんだけどさ。でも暇だから働くみたいな層のためにちょっとオフィス作るか。いいね、意外と人気。神様ちょっと暇を持て余してたわ。暇を持て余した神々たちの遊びをしてるわここで。私が神だってなるからな。こんな状態で街を開発してる人はきっといないだろうな。でも意外とさ、こういう状況でも街って発展するんだね。それに驚いたわ俺今回。新しい発見だわ。さあ、こっちにも伸ばしてあげよう。人間ってたくましいな。お、隕石来るぞ。あ、そっか、隕石どこに降るかは分からん。まあ大丈夫でしょ、ここでしょね。下に来るよきっと。あったわ。あ、来た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 。おっとおっと、嘘だろ、あ、せー。忘れてた、 AI は容赦ないことを忘れてた。あ、電気。いやー、 AI さんマジパライス。確実にこっちのゴミたちに攻撃を与えてったね。もう人増やさせないからみたいな。さすが一発目、景気がいい一発目だったな。なんとか一命を取り留めました。いやー今日もよく燃えるな、通常運行。ということで最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、動画の高評価よろしくお願いいたします。あとツイッターの URL が概要欄に貼ってありますので、
ぜひフォローお願いいたします。この動画はご覧の方々の提供でお送りしました。